シット・オン・マイ・フェイスは、モンティ・パイソンが1980年のアルバム、モンティ・パイソン・ S ・カントラクテ・シュール・オブリゲーション・アルバムで発表した1分、足らずの短い楽曲である。パイソンズのライブでは、ハリウッド・ボール公演や復活ライブで上演されている。また、ジョージ・ハリスンの追悼コンサート、コンサート法上時に、パイソンズが出演した際にも演奏されている。曲名は直訳すれば、 僕の顔の上に座って、との意味である。歌詞中にダブルミーニングをふんだんに含み、曲は二通りの意味に解釈できる。この曲は1980年のアルバム、モンティー・パイソン・ S ・カントラクテシュール・オブリゲーション・アルバムに収録された。同年に行われた、ライブ・アット・ザ・ハリウッド・ボールでは、ギャルソンに奮したチャップマン、クリーズ、ギリアム・ジョーンズによって歌唱されている。 名店すると、ギャルソン姿で、ロングエプロンをつけた4人が、舞台上に現れ、この曲を歌う。4人は歌い終わって、ステージを去るが、その際観客には下着をつけていない4人の伝部が、見える、というスケッチである。この曲は後にベストアルバム、モンティパイソンシングス。その再発版、モンティパイソンシングスに収録された。2002年の、コンサートフォージョージでは、この曲を、 ギリアム、アイドル、ジョーンズ、そしてニール・イネスが歌った。4人はハリウッドボール公演でのパフォーマンス同様にギャルソン姿でロングウップロンをつけて登場する。歌い終わった後4人は振り返り、会場に掲げられたハリスンの写真へ頭を下げるが、その際4人は聴衆に向けて裸の尻を見せることになる。彼らはそのまま退場し、 マイケル・ペイリンによる、木こりの歌のパフォーマンスへと続く。このイベントは、ビートルズのメンバー、ジョージ・ハリスンの追悼コンサートとして、ロイヤル・アルバート・ホールで行われたもので、パイソンズの他にも、エリック・クラプトンや、同じビートルズのポール・マッカートニー、リンゴ・スターなど、ハリスンと親交のあった有名アーティストが多数、出演している。また、ハリンは、パイソンズの映画第作、 ライフ・オブ・ブライアン制作のため映画会社ハンドメイド、フィルムスを立ち上げて支援するなど、パイソンズとの縁が深い人物であった。パイソンズの一員、クレアム・チャップマンの自伝をもとにした映画、ある嘘つきの物語、クレアム・チャップマン自伝でもこの曲が用いられている。曲は、ロンドン芸男性合唱団によって、サウンドトラックライブ形式両方で収録され、後者は、フラッシュ・モブとして、 ロンドン映画祭の上映会中に収録された。2014年に行われた復活ライブでは第二幕冒頭でこの曲に合わせたダンサーのパフォーマンスが行われた。この曲の作詞はエリック・アイドル、編曲はジョン・デュー・プレ、作曲はハリー・パー・デイブである。この曲はパー・デイブが作曲し、グレーシー・フィールズが歌ったナンバーシング・アズ・ウィー・ゴーからメロディを流用している。 この曲の歌詞は単純に読むと仲睦まじいカップルが永遠の愛を誓うものだがよく読むとそこかしこに性行為を思わせる単語が含まれている。例えば歌詞中のオーリスという単語はおしゃべりするとの意味にとることもできるがオーラルセックスを指すと解釈することもできる。また Life Can Be Fine If We b o t h 69との歌詞は69歳に なるまで一緒にいられれば幸せな人生だと、長く、共に過ごせることを願う意味に理解することも、直接的に、69を指すと考えることもできる。アルバムのリリース前、モンティ・パイソンは、この曲が、シング・アズ・ウィー・ゴーのメロディを使っているために、著作権侵害にあたる恐れがあると警告を受けた。結局、パイソンズはこの曲をそのままリリースすることを決めた。 アメリカ合衆国の連邦通信委員会は、英語の言葉遣いや全体のノイズをお抜きにしても、歌詞は十分に理解できると結論付け、この曲はアクシャナブルインディセンシーとした。1992年には、カリフォルニア州サンディエゴのクラシックロックラジオ局、KGBFM がこの曲を流したことで、訴訟沙汰になり、結局ラジオ局は9200ドルの違反金を支払う。 ことになった。この曲はフランス語に翻訳され、2003年にエディンバラでカム・イン・マイ・マウスとして発表された。音楽プロデューサーのレミー・ルノーは、カム・イン・マイ・マウス・イズ・ホワット・モンティ・パイソン・ウッド・ハブ・リトゥン・トゥ・ゲーとコメントしている。ルノーはまた、フランス語への直訳が曲のメロディとうまく合わず、モンティ・パイソンチームに許可を求めたと語っている。ありがとうございます。